皆さんこんにちは、はろかです。本当に久しぶりに一人画角なんですけど、昨日池掃除が終わったんですよ。でちょっと今回ですね、結構透き通ってるんですよ。まあ、ちょっと遠くからじゃわからないんですけど、例年通りであれば入れた時水が濁ってるんでできないかなって思ってたんですけど、 GoPro Max これを使って泳いでるカピバラを後ろからちょっと撮影してみたいなと思います。前からも撮れればいいんですけど、ちょっとやってみます。カピバラは結構後ろ足が3本指なんで、結構水をかきながら進んでるので、まあそこら辺も注目していただければと思います。じゃあちょっと早速この水の中に入っていきます。さあ泳ぐか、青葉ちゃん泳ぐか。うわ、泳がないかい。もうちょっとかれこれ20分ぐらい待ってるんですけど、いろんなカピ寝てるし。お、行く？ジャンプ。で、ゴシークイのもっと知ってもらいたいのコーナー。はい、今回カピバラですね。カピバラの和名なんですけど、鬼天竺ネズミと言うんですよ。カピバラはモルモットがですね、天竺ネズミと和名で言いますね。まあ天竺ネズミの大きいバージョンみたいなっていうので鬼天竺ネズミって言うんですけど、なんで天竺なのか。天竺ってインドのことを言うんですけど、ここ書いてある通り南米なんですよね、カピバラって。まあていうかあのモルモットも南米なんですよ。でなんで天竺ってつくかっていうと、天竺っていうのがその意味合い的に遠方とか外国のという意味になりますね。まあだからまあ遠くから来たっていう多分イメージで天竺っていうのを使ったという説が一番濃厚ですね。なのでモルモットよりも大きなモルモット、鬼天竺ネズミというのがカピバラの和名になります。
かんない。というわけで、水中の映像を見れたのかな。ちょっと GoPro がもう劣化しすぎてて、データはまああるからこの動画できてると思うんですが、意外とカピバラの水中の状態の泳ぐ姿とかってあんま見れないと思うんで、貴重な映像だったんじゃないかなと思います。はい、飛び込んだ涼介です。涼介、カピバラ泳ぎ得意。はい、降ります。全然ダジャレを思い浮かばなかった。カピバラの泳ぐ姿初めて見たという方はぜひグッドボタン押してください。あとコメントもチャンネル登録もよろしくお願いします。さようなら。カイ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